おはようございます、コマです、もうすぐ雨が降るみたいですけども、こういう日はですね、室内でゆっくりとペンと触れるというのがいいかなと思います。今回ですね、久々にナミーのスクリブル、こちらちょっと廃盤なんですけども、非常にいいペンなので紹介したいと思います。ではスタート。久々に登場のナミースクリブルですね。もう生産中止ということで非常に残念な品ですけども、大切に扱っています。独特な形状ですよね、まあ、全体はこのように樽型形状で、でこちら3面が少しこう削られている感じなんですね。そしてクリップが非常に薄い1枚板でできていますね。でこちらにスリットが入って、そして後ろにラミーのロゴがあってと、これかですね。そして先端がペンホルダーになってます。今回ちょっとこのペンホルダーをですね、いつものこのナイフでちょっと削ってみてですね、それから描いてみたいと思います。刃先が本当に美しいですよね。この刃先がですね、ギザギザになりがちですので、いつかまといでみたいなと思いますね。だけでも美しいい感じですね。綺麗ですよね。フォルムだと思うんですけどもね、持つとですね、このぐらいの感覚なんですね。でこう描くんですが、非常に手に馴染むフォルムです。そしてサイズ感がいいですし、で最初言ったこちらにですね、削られた分3面ありますので、ちょうどペンの中央が削られた分ですね、ここの手に非常に馴染む感じですね。そしてこういう感じでスケッチします。ちょっと描いてみましょうか。
最近よく出てくるダイソーのスケッチブックですね。非常に美しい色合いです。こちらにちょっとスケッチブック見ましょうか。非常に使いやすいラミスクリップですね。何を描きましょうかね。近くにちょっとバナナしかないのでバナナを置きましょうか。ちょっと黙ってしまってすみません。ウグイスの鳴き声が聞こえますね。ちょっとまあ簡単に描きますのでしばらくお待ちください。ちょっと無口になってどうしても集中してしまいますので、もう終わりますので、しばらくお待ちください。あまりにも夢中でたまに画面からはみ出てる
ね。どうでしょうか。なかなか、まあ、いい感じかなと思います。こういう感じですね。どうでしょうか。やはりこれだけ、まあ、サイズ感が、短めなので、取り回しが非常に楽で、手に馴染む感じがいいですよね。自由にこうかけるっていうんでしょうかね、どうでしょうか。非常にこのサイズ感がですね、また手に馴染んでいいですよね。本当にこの廃盤というのはですね、残念な気持ちです。もしかしてそのネットの中であるかもしれないので探してみてください。もしこの動画が良かったときはチャンネル登録お願いします。ではまた次回お会いしましょう。